はあ、なんか最近だるいな。毎週運動ばっかするのも疲れちゃったな。もうなんか動かないで痩せないかな。わかるよ、わかる。わかってくれますか。だるいのよ最近。どうでしょうね。全くね、やる気が起きない。その動く気力がね、なくなってきたよね。そうなんですよね。心の奥底ではあるんですけど、うん、表に出てこないんですよ。わかる。走ろうと思っても、うん、俺もう続かない。だらだらしながらストレッチして、まあ、それで痩せたら最高じゃないですか。最高です。なんか今日はそのやる気を損なわれてる方もいらっしゃると思うんで、最近結構激しめな運動が多かったじゃん。はい。だからもう激しい運動はやめてさ、はい、ひたすらだらだらストレッチをしてみんなで痩せ体質を作れたらと思うんで、はい、今日はだらだらストレッチを一緒にやっていきたいと思います。ぜひ一緒にやりましょう。寝転がりますか。寝転がりましょう。寝転がったらさ、はい、足をこう上げてさ、そのまま手を使ってさ、はい、膝を持ってかって横に開く。ぐーっと、ああ、いうところで、はい、これで30秒キープしようか。はい、用意スタート。最高ですよ。もうダラダラダラーとこう伸ばすだけ。はい、やっぱダラーっとやるから力が抜けて股関節もダラーっと開きますもん。やっぱこうストレッチっていうのは頑張んない方がいいよね。頑張んない方がいいです。ダラーっと、はい、脱力で頑張ると、うん、よしとかってなんか硬いんですよ、うん、でもダラーってやるとそう開く。だから見てる人もこうやる気ない感じでやった方がいいかもしれない。そうですね、うん、力を抜いて。はい、 OK です。はい、そしたら足クロスできる感じです。はい、膝をこう絡める感じ。はい、そのまま両方の足の甲を持って、はい、自分に引き寄せる。なるほど。はあ、こんな感じで30秒いきます。はい、用意スタート。だらーっとお尻が伸びてますよ。こんな感じでズイーンって、はあ、これため息つくとよくなんか幸せ逃げるよとかネガティブに捉えがちじゃないですか、うん、ため息つくっていうのは、うん、肺に溜まって余分な空気も吐くし、そうだね、悪い邪気が出てくるんですよ。体の力も抜けてさ、たくさんの酸素を今度吸うための準備運動じゃん。はい、はあってやった後にって吸うもん ね。だから体にすごいいいよね。はい、OK です。はい、この逆逆、はい、はい、また30秒いきますよ。はい、用意スタート。あれ生きてでも金子さんついてる。結構つきますね。俺あんまつかないな、そういうの。なんかね、ため息つくと力抜けるんですよね、肩がスッって。確かにね、ため息つこうかな、俺もこれから。ついた方がいいですよ。自分が例えば施術受けててさ、施術者がさ、はい、どう思う？ちょっとあれ？ため息のそういうやっぱネガティブなイメージがあるから、ため息はいいことだよっていうポジティブキャンペーンをすれば。なるほどね、啓蒙活動だ。啓蒙活動。はい、 OK です。はい、そしたら左足を伸ばします。はい、はい、右足をこうやって膝曲げたまま、はい、床にペタンペタン、はい、で手はここに置くと。はい、これで30秒、はい、寝てます。用意スタート。寝てるだけです。この全身をこのねじってストレッチしてを、まあ、僕たちは施術の中でやるじゃない、はい、これを自分でやってほしいなって、うんうん、もうちょっと膝曲げてもいいよ。はい、いいね、いいね。なんかやっぱストレッチするときにこの床に自分がスーって溶け込むイメージでやるとスーってなります。いいね。心が疲れてるときもさ、何かこう包まれたいじゃない。はい、こう床に包まれる感覚をね覚えればね。確かにすっごい包まれてますよ。いいね。はい、OK です。はい、今度逆にねじっていこう。はい、そう、足伸ばして逆に、そう、ついて肩はなるべくね、外さないで。はい、用意スタート。もう秋ですね。秋っぽくないけどね。秋っぽくない、ちょっと暑いですね。あ、でもいいけどね、どっちでも。夏で寒かろうが、冬で暑かろうがさ、まあ確かに俺らがね、気にしてどうこうなる問題でもなさそうな気がするから。なるようにしかならない的なテーマですね。疲れてる時は、はい、無理をしない。確かに自分の力ではどうしようもできないことをさ、考えてると疲れてこない。ああ、確かに。たまにはそこから逃げるってのもいいと思うね。うん、はい、 OK です。はい、よし。そしたら今度はかかとでお尻をペタ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 、そう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 、これで力抜いてて。はい、30秒いきます。用意スタート。あ、いいっすよ。うん、少しストレッチするとさ、はい、体が温まってくるじゃん。はい、だからちょっとさ、動かしたくなってくるでしょ。まあ、だんだん活力が出てきますよ。なんか物足んないなってなってきましたね。そうでしょ。はい、そういう時にちょっとほら、少しずつ動かして
なるほど、いいかなと思って。なんかちょっと元気出てきましたもん。でしょ、はい、これ停滞してるものをしっかりこうじんわり流してって、そうそうそう、いい感じでこうじわじわと上がっていくっていうのがいいですよね。そうなんだよ。はい、 OK です。はい、はい、足を広げたら、はい、クロス広げて逆クロスってこうクロスをこうやって、なるほど、はい、これです。ちょっとやっぱ上半身起こした方がいいですか。寝てていいよ。寝てていいですか。寝て、寝ながらやってくれていい。足だけ、うん、分かりました。はい、これ40秒いきます。はい、よーいスタート。はい、広げて、もっと広げて、はい、そう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 、広げて、はい、よしいや、よしとかじゃない、よしとかじゃない、よしとかじゃないから、よしとかじゃない、そう、よしとかじゃない、これは、うん、だらだらと、そうそう、だら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 、はい、しーとかじゃない、じゃない、ふう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 、もっとさっきみたいなあの感じでやってくんない、はい、なんか変わっちゃってるから、はい、人が変わってる、ため息つきながら、はあ、だら。足しっかり広げてくれる。はい。はい、OK です。ふう。そしたら最後はこうやって寝転がりながらこうやってね。はい。こんな感じで。はい。ふう。これ30秒深呼吸しながらいきますよ。はい。用意スタート。息をしっかり吸って。で、長く吐く。いいね。もう一回大きく吸います。鼻から吸いましょう。で、口から細く吐く。最後は鼻からガーッと吸って、口から太めに吐きましょう。いいね、太めに。はい、OK です。はい。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。元気ない時はさ、無理しない方がいいと思うね。でも全く動かないのも疲れが残っちゃうから、疲れてる時は本当こんぐらい優しく少し体を動かして次の日の調子を整えてもらいたい。で、調子がいい時に自分なりに頑張ってみるっていうさ、何もこう体を動かさないっていう日はそんなに作らないでいていただきたいなっていうのは、こういう運動を発信してるものとして思うから、こういう緩やかなものでもぜひ続けてやっていただければと思います。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアランス TV では、今にも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お伝えしたいことがあります。4月15日土曜日にアピアランスビューティー横浜店がオープンいたします。ご興味ある方はぜひ横浜店に来ていただきたいんですけど、ご興味がある方は概要欄からぜひご予約なさってください。おそらく予約が取りづらい状況になると思いますので、お早めにご予約いただければと思います。